医療法人社団、清光会岐阜清流病院は、岐阜県岐阜市にある、医療法人社団、清光会が運営する病院。1983年に開設された誠、公会病院を前身とするの病院である。同じ、誠公会が運営する病院として、同市内に、平野総合病院が、また、系列病院として早徳病院がある。岐阜中央病院から、 名前が変更された。岐阜西流病院は診療科11科、病床数352床を有す岐阜市北部を代表する病院の一つである。日本医療機能評価機構認定病院、救急指定病院として、岐阜県知事により告示されている。岐阜大学医学部附属病院を除けば、岐阜市北部で最大規模の病院であり、岐阜市北西部や隣接する北方町の地域領を、 になっている。多くの診療科を持つ病院であるが、全身の名前にもあるように、特にリハビリテーション医療に特徴があり、岐阜地域リハビリテーション広域支援センターの基幹指定も受けている。本院は、岐阜県内でも屈指の規模を持つリハビリテーション施設を有しており、通院、入院リハビリはもちろん訪問リハビリやデイケアによるリハビリにも対応しており、リハビリテーション科。 医師4名を含む約50名のスタッフによって、理学療法、作業療法、言語療法のいずれも可能となっている。また県内で初めて回復期リハビリテーション病棟が設置されたのも本因であり、脳神経外科関連の疾患や術後のリハビリ期などに用いられている。終末期医療においては、岐阜中央病院には28床からなる緩和ケア病棟を有しており、 日本医療機能評価機構にも付加機能として認定されている。緩和ケア病棟の設置は岐阜県では本院が唯一であることから岐阜県においては緩和医療の中心的な役割を担っている。また慢性気量や終末期医療だけでなく本院は急性医量に関しても力を入れており、救急医療に関しては二次救急病院として、 年間1200から1500台の救急搬送、5000人前後の救急患者を受け入れている。2007年7月には、心臓家庭テ,テル室が設置され、循環器科の診療機能拡大が図られている。その他のお神経外科病等には、脳卒中センターとしての機能を有している。設備面においては、MRI や16列マルチスライス CT、マンモグラフィなど、 多数の高度医療機器を備えている。また2007年7月には前日の心臓家庭テ,テル室の整備とともに岐阜県内で4番目、岐阜地区では岐阜県総合医療センターに次ぐ2番目に PETCT が導入されており、眼診断などに用いられている。施設面においては本院は1999年に現在の場所に移転され、 それと同時に緩和ケア病棟などが整備されている。また、回復期リハビリテーション病棟や白、アキュ性期病床が整備されており、症状に応じた対応が可能となっている。その他本院には、天然温泉に入浴することができる、温泉棟や人工透析センターなどが設置されている。なお本院は健康増進法に基づいて、駐車場なども含め敷地内においては、 全面禁煙となっている。その他の特徴として、岐阜中央病院の近隣には、姉妹法人となる、社団法人誠公会が運営している、ケアハウス安らぎの里川部園や、特別養護老人ホーム安らぎの里川部園があり、本院併設の訪問看護ステーションや、デイケアセンターも含め、介護分野においても、地域の拠点となっている。また本院は、 作業療法士や理学療法士など医療技術者の実習学校に指定されている。その他、本院と平野総合病院の間を結ぶバスが運行されている。ありがとうございます。